厚揚げ生姜の小籠包、今日のご飯はいなりなり。こっちやねん。やっはろー、皆さんこんにちは、みやびんでーす。はい、今日はね、何を話すかさっぱりわかりません。もうひもじい来てください。いなりいなりいなり。いなり好きなの？お稲荷さん好き。ふぐり？何それ？いなり。え？こうやって買うの好きなの、いなり。え？どういうこと？男の人みんなついてない、いなり。やだー、この人。やだ、この人。ご飯の食べ物だよー。間違えちゃった？とっても違う。これはまた失礼いたしました。バン。今日は何話すの？ね。はい。なんで、なんで今まで通りじゃないといけないの？え？元に戻さなきゃいけないの？え？意味わかんないでしょ。うん。なんかね、もうね、なんかもう、もうね、1年前ぐらいから疑問なんだけどね。うん。疑問っていうか、まあ、もともとね、疑問なんですけど。まあ、僕は、時代を、なんだろう、切り開いてきたというか、まあ、入らせる側の人間だし、イノベーションというか、まあ、ネットが、例えばさ、パソコンね、まず、パソコンなんてワープロに勝てねえよって実は言う。ワープロって知らないと思うけど、文章書くんだけど、パソコンの前にワードプロセッサーっていう、ワープロっていう機械があって、パソコンがワープロ変わるわけねえじゃんって言われてた時期に、これからパソコンの時代ですって言って、記事書いて、雑誌出して、バカにされて、もうクソみそ言われて、頭おかしいんじゃねえのとか言われて、まあもうパソコンの時代になったじゃないですか。はい、で、今度次、スマホの時代来るよって言って、ガラケーで十分だよ。パソコンあんじゃん。なんだよ、スマホってバカじゃねえのとかってまた言われて、見事今、スマホ全盛期。まあ、そうやってね、いろいろ時代は変わっていく。まあ、インターネットもね、流行んねえよとかいろいろ言われてたんですけど。もうネットじゃないですか。まあ、とにかくね、イノベーションを起こしていく人たちっていうのは、馬鹿にされるんですよ。逆に馬鹿にされればされるほど、ああ、こういううまくいくなって俺らは思うんだけど。まあ、そんな感じなんで、何が言いたいかっていうと、コロナ禍じゃないですか。でさ、ほとんどの人たちがさ、周りで話して聞いてても、ツイッターとかいろんなとこ見てても、なんで、コロナ禍になる前の時代に早く戻そうとしてんのかなっていうのが意味がわかんないし、コロナ禍になったから、もう、仕事が、とか、どうすりゃいいんだ、まあ、いろいろ相談も受けるんですけど、それも意味が分かんなくて、時代って変わっていくので、じゃあコロナ禍になったら、もうコロナになる前の時代は忘れて、コロナがあるのが当たり前と考えて、新しい時代というか、新しい暮らし方、新しい仕事の仕方、新しい価値観、ね、そっちに切り替えらんないのかな。特にビジネスやってる人たちで思うのは、周り見せても思うけど、まあ、コロナが流行り始めて、すぐ事業転換っていうか、もうコロナの時代が来るから、でもそいつらも俺も意見一緒やけど、これ4、5年続くよねって、短くても、この状況が。じゃあもう今まで通りやってたって食えないよね。じゃあどうするって言って考えて、みんな、もうその瞬間にシフトチェンジしてるし、飲食店の人でも、まあ、りょうたとかいるじゃん。いろいろ。他にも。ちゃんとコロナを捉えてる先考えてる人たちは、もう今までの自分がやってきた飲食店のやり方じゃないやり方に変えてるので、全然コロナ禍でも儲かってるので、
はっきり儲からなくて潰れていく店、うん、コロナでも儲かっていっちゃう店って分かれてる、うんうんうん、その違いってじゃあどうすればこのコロナ禍でもやっていけるかをすぐ考えて実行したか、うん、変えずにどうしようどうしよう補助金もらってとか、うん、現状のままやっていくにはどうしようと考えてそこは潰れていくから、うんうん、だからそこを新しくなんかそこで結局コロナコロナって言っても、うん、実際コロナバブルっていうのがあるわけで、うん、コロナになったから儲かってる企業は腐るほどあるわけで、うん、コロナになったから必要なものを作ってる企業とか大儲けしてるわけですよ、うんうん、まあねちょい前だったらマスクが足りない、うん、マスクどんどん作れとあとね、パルスオキシメーターが足りませんとか、うん、まあコロナで必要になったものをひたすら足りないものを作ってどん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 やってるところはコロナが続いてる間は儲かるわけです、うんうん、それとかコロナバブル、あとワクチン作ってるファイザーもそうだけど、うん、製薬会社とかも海外の、うん、バンバン儲かるわけですよ、うん、ワクチン作れば作るも儲かんだから、うん、だからしかも政府が買い上げてくれるんだから、うん、もう保証付きだから、うん、まあそれ以外でもコロナの時代になったからこそ儲かってるの例えば出前館とか、うん、雅は体感でわかると思うけど最初さうちで撮影し始めた頃ってさ 十何店舗しかなかったじゃん、うん、ってもう食べるもんないじゃんって、うん、飽きたよって言ってたじゃん、うん、それがもう今さ100店舗超えてるじゃん、うんってことは、お店側もお客さん来ないから、出前館に登録して、出前で食っていこうって変えたからで、うんうん。で、出前取るのは当たり前になってる。だから、そんだけ需要があるから、十何店舗しかなかった出前、こんな田舎だから、ねうんうん。こんなクソ田舎で十何店舗しかなかったのが、100店舗超えてんだから。確かに。で、遠くからも持ってくるようになっちゃって。毎回見るたび店増えてってる。うんそれが時代が変わっていくっていうことなので、うんうん、だからコロナ禍になったからって、うん、悲観的になってる人っていうのはもうビジネスの才能なくて、うん、サバイバル能力もなくてなんか誰かに頼るとか恨み事を言うとか、うん、コロナさえなければとか、うん、まあ国が助けてくれないとか、うん、言ってる人はコロナじゃなくても潰れるので、うん、たまたまその吐け口があったから、ね、対象にしてるだけであってってことだよね。じゃあ別にコロナじゃなくてもいいのよ、うん、巨大な台風来ました、うん、家ごと店ごと吹っ飛ばされました、うん、そっから復活する人と、うん、そのまんま終わっちゃう人と分かれるし、うん、地震が来ましたでもいいのよ、うん、東京とかに、うん、完全にぶっ潰れました、うん、でそっから立ち上がって成功していく人、うん、もうそこで終わっちゃう人、うん、それとコロナも一緒だから、うん、起こったことを悲観的になったり誰かのせいにしたり誰かを恨んだり誰か攻撃したりしてる人っていうのは生き延びていけないんですよ、うん、じゃあコロナ禍来ましたじゃあもうどうやって生きていこうかなコロナってことはこうこうこうなるからあこうやっていけばなんか YouTuber でも例えばコロナ禍になりました家から出ない人増えます、うん、YouTube 見る人増えるな、うん、って思って早く動いた人は多分成功してると思う、うんうん、もうその暇な時間に家にいる時間に見てもらおうって努力した人は多分肌感でいくとコロナ禍になってからトップ YouTuber の人たちって、うん、みんな更新頻度を上げたりとか、うん、内容を変えたりとか、うんうん、してってるので変わらず人気のまんま再生回数も多くで、あの時にコロナ禍だっていうことに気づかず、うん、普段通りにやってた人っていうのはダメだし、うんうん、さらに悲しいことにコロナ禍になってどうなったかっていうと小中高生が TikTok に移動しちゃった。うーんその分の
YouTube 見る人口がドンって減ったから、今再生、視聴者の奪い合いだから。うんうん、だからあの時に、ちゃんとそれを考えて、対応した YouTuber の人たちは、未だにトップで居続けてるし、うんうん、対応しなくて、今まで通りやってた人たちは、再生回数がどん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 減ってってっていう風になってるから、うん、だからまあ別に業種問わず、うん、なんで今まで通りじゃなきゃダメなのっていう話なんです、うんうんうん、いや変えりゃいいじゃん、うん、時代に合わせて、うんうん、だってここでその変える対応力を身につけておけば、うん、次またコロナみたいな新しいウイルスでも何でもいいけど、うん、流行った時に、うん、あの時こうやったからこうやりじゃん。ああ、確かに。できんねん。うん。だから、そこで、なんかね、恨み事言ったり、悲観的なこと言って、愚痴ばっか言ってる人って、うん、また同じことやんねん。うん、うん。次、じゃあこれでコロナが何年か後に収まりました。元の生活に戻ってやったーって言って、またやっていける。で、またなんか新しい病気が流行りましたとか、ウイルスが流行りました。またかよ、ふざけんなよってなるけど、そうじゃない人たちって、お、またチャンス来た。新しいこと考えようぜ。って行くわけですよ。うんうん、その違いってすごいでかいから、うん、まあそれはね、別にコロナに関係なく、じゃあ今度パソコンっていうものが生まれました。うん、じゃあパソコンで何ができんだろう、どう世の中変わるんだろうって全部イメージ未来できた人がパソコンを関係の仕事にシフトしていくし、うん、誰よりも先に、うん、スマホの時代来るぞって感づいた人はスマホにシフトしていくし、うんうん、じゃあ今度スマホの次は何だろうって気づいてる人はそっちシフトしていくし、うん、だから、そういうのってすごい大事だから、結構ね、なんか、このコロナ禍がもう、2年以上経って、うん、今年で3年目、うん、ちょっと忘れたけど、うん、まあ、それで今オミクロンが爆発してて、うん、また緊急事態宣言出すのか出さないのか、みたいな、うん、大騒ぎしてる暇があったら、うん、このコロナ禍で生き抜いていく、新しいことを考えて、新しい生活を、新しい仕事を生み出してやってかないと、うん、やばいよ、うんうん、っていう話なんですよね、うん。大事だわな。コロナはただのきっかけで、うん、別にコロナ以外でもいつの時代も、いや、どっかで戦争始まる、また始まるかもしれないし、まあ、ウクライナとかどっちかもしれないし、うん、何があるかわかんないので、うん、同じ状態って続かないので、うん、じゃあその時どうしますかっていう話で、僕はチャンスと捉えて、ピンチじゃなくて、うん、チャンスでラッキーって新しいことできるって思った方が絶対にいいですよっていうお話でございました。大事やな。だからね、芸能界だからさ、これなんで思うかって、ミュージシャンの仲間も多いじゃん、うん、でライブとかできなくてさ、うん、特にジャズミュージシャンってもうやばいの、瀕死の状態になってるの、うん、今ね、うん、いや、じゃあコロナ禍になってミュージシャンとして新しいライブ以外の、まあいろいろね、なんだ、ライブ配信とかさ、うん、やったけど、うん、人気がある人はそれでドンってお金入ったけど、そうじゃない人たちって入ってないから、うん、そうじゃなくて、うん、誰もやってないミュージシャンとしてコロナ禍だから、今度こういうことやってみたらどうだろうとか、うん、でも試してみれ、うん、今まで通りのことをやろうとせず、うん、なんでライブできないんだとか、また緊急事態宣言だ、マンボウが出たからできないとか、うん、じゃなくて、じゃあ音楽でコロナ禍で食っていくには今度新しい方法は何かっていうのをね、これをチャンスに生み出せば新しいビジネスモデルができるんだから、
それを最初に作った人は、うん、もうその後大儲けですよ、うんうん、でその稼いだお前で好きに音楽やればいいじゃないですか、うん、だからなんかね今までに固執してる人ってそこで止まっちゃうから、うん、もしか後退しちゃうから、うん、まあミュージシャンに関しても結局ライブ頼みだったっていうのが分かったんじゃん、うんうんうん、じゃあライブができなくなった時今後、うん、コロナじゃなくても、うん、どう音楽で食っていく方法があるのかっていうのはもう考えないと、うん、ライブも大事だけど、うん、それができない時代が来たんだから、うん、じゃあどうやってファンに自分たちの音楽をライブ以上に楽しめるように送り届けられるかっていう新しい方法を、うん、みんなね海外の人たちとかさあのリモートでセッションしたりとかさ、うん、試してるじゃん、うん、だそういうことどんどんやっていかないと、うん、このまんまだとコロナ時代っていうのに食いつぶされるから、うん、だからちょっと発想を転換してほしいな、うんうん、だからいろいろミュージシャンたちからも愚痴言われたり相談されるけど、まあうちね一人ね問題児もいるしさ、ミュージシャンのさ、うん、もっとこうやれいいんじゃないとか、うん、こういうのやった方がいいんじゃないとか、うん、こういうのやってみんなよとかってアドバイスしてるけど、うん、やっぱそれ言ってもやる人とやらない人いるから、うん、でもだってっていう人と、うんうん、あとプライド高くて今までのやり方変えたくないとか、うん、まあ、それははっきり言って損だなと思うので、うん、まあこんな話を今回はしてみました、はい、なのでピンチはピンチになったらチャンスと思いましょうっていう話でした。はい、はい、前向きに。でこれを聞いてどう思ったかはこれからみなびが5万時間語ってくれそうなので僕はドロンします。シュシュシュ5万時間っていうまず計算がシンプルにできないので無理です、はい、まあ、でも確かにピンチはチャンスって言葉がある通りで、なんかこの世の中をねどん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 別になんかマイナスに、まあね、自由がねなくなってるところもあるからそういう不満もあるかもしれませんが、まあなんかね変わらずできることをねしていきましょうっていう前向きな動画でございました。皆様今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。